よう。あんたが板垣家のバカ親父か。私に何かご用ですかな。チンポがかゆくてチンポをできん。そいつはたまらんですな。高村さん、遅いですね。あの人もくだらなさじゃ引けを取らないからな。彼にも世界チャンピオンがやる勝負じゃねえけどな。あ、帰ってきた。どうでした？腹が。腹？ダメだ、思い出しちゃった。おかしいよ。やられたのか。負けたんだ。きっと貧乏怪我なしでやられたんだ。あれは破壊力があったから。いや、それは耐えた。だが笑わなかった俺にカツラを渡して師匠はこう言ったんだ。君のカツラって。師匠、弟子入りして帰ってきやがった。カツラだっておかしいじゃねえかよ。カツラで、カツラー。